こんにちは天羅万象久保田雅ですえ今日はですね平安時代と現代の最先端の天文学を結ぶお話なんですその仲立ちの存在が鎌倉時代の公家であり過人でもあるこの人です藤原のま佐、あ、代家一般には藤原の定家と言うんですけどもあの小倉百人一首の戦者としても知られている人です その定家が日常の体験や見聞きしたものを半世紀以上にわたって綴った日記がかの有名な明月記です。この「明月記」という名前は定家がつけたものではなくて定家の没後南北朝時代あたりからそう呼ばれるようになったとされています。で定家はです、ね、自然とか星にも結構関心があったようで、で例えばこの部分ですね。 はい、ここに「大白」と「再生」という文字が見えますがこれは惑星のことを指しているんです。大白はは金星再生とは木星とと木のことなんですねで前後の内容からすると「金星」と「木星」が空の中で非常に接近していたことについて書き留めていることがわかりますでこの「明月記」には定価が生まれる以前も含めた星空の出来事の記述というのがあるんです。 キーワードはこちら、覚星なんですね。えー、この覚星というのは夜空に忽然と現れるそれまでなかった見慣れない星のことを表しているんです。で、じゃあ一体どんな星かっていうと、まあ、おそらくほうき星、この水星ですね、それとか星が爆発して輝く神星、あるいは超新星を指すと考えられます。で、明月期の中にはこの覚星がですね、8つ登場するんです。で、 そのうちの3つは、まあ、現代でいうところの長神星のことが書かれているということが、まあ、近代になって分かりました西暦では1006年1054年1181年の長神星ですで定家が生まれたのは西暦でいうと1162年ですからその3番目1181年のものはともかく最初の2つは定家が生まれるはるか以前なんですねでこれは定家が覚醒の出現と 世の中の出来事良いこと不吉なことの関連を調べるために天文に通じている親しい当時の陰陽寺に過去の覚醒を調べてもらって渡されたその、まあ、メモといいますか紙をですねそのまま日記の中に閉じ込んだものだったことが分かっていますこれは筆跡などで確認されましたさあこの後スポットを当てていくのはこの3つのうちの真ん中です1054年に現れた覚醒です 明月記の記述を見ていきましょう。鎌倉時代、西暦1230年にあたる漢儀、えー、2年11月8日にその記述があります。こちらですが、これ、読み下すと、御霊全院天義2年4月中旬以後の牛の時、覚醒、死、真の度にいず、東方に現れ、転換性に配す、大きさ再生のごとしと。まあ、ちょっと分かりにくいんで、現代語訳をしますと、 税意天皇の天儀2年、西暦でいう1054年5月下旬以降、午前2時ごろ、死や死と同じ経度に覚醒、つまり見慣れの星が現れたとで。天換星の近くにある、明るさは木星のようだと。平安時代後期の1054年の初夏、明け方の空に見慣れない明るい星が現れたということなんですね。では、これをちょっと星空に当てはめましょう。 これはオウシ座からオリオン座のあたり、えー、冬に南の空高く見える星座たちですではここに、えー、明月記の記述をちょっと反映させようと思います死と死というのは現在のオリオン座です死はオリオンの頭あたりの星の集まりで死は三つ星を中心としたオリオンの胴体あたりを指していますで、転換星というのはオウシ座の角の先にある三等星のゼータ星のことなんですね でここに記述に沿って覚醒を光らせるとこんな感じですねオリオン座と同じ程度で王シ座ゼータ星のそばに木星ほどの明るさの見慣れの星が現れたという状況になりましたで木星は普通の一等星の20倍ほどの輝きがありますから覚醒はこの辺りの星々の中では群を抜いて明るい存在になります目立ったでしょうねでまさに星空の異変といった感じになります ただ、ですねちょっとこの明月期の記述といいますか御名字のメモといいますかねそれ問題が一つあるんですよ。明月期に残された記述では旧暦の4月中旬以降となっています。これ今の暦に直すと5月中旬以降になるんですけれどもで5月31日を例にとりますと覚醒と太陽の位置関係こうなるんです太陽がちょうど覚醒のそばにありますよね。 大気のない月面からならば、まあ、空は暗くて太陽も星も一緒に見えるかと思いますが、実際には当然のことながら真っ昼間の青空、星どころではありません。まあ、いくら明るい覚星が現れても高太陽に近いと見えようがありませんよね。では、明月期の記述は何なんでしょうか。実はこの覚星はですね、中国の宋の時代の歴史書にも記録があって、最初に認められたのは まあ新暦に直すと西暦千五十四年七月四日なんです。でこの宋の時代の四編の歴史書に記された記録は結構詳しくてですね、この覚醒が二年後千五十六年の四月十七日に見えなくなるまで六百五十三日間肉眼で見えたことが書かれているんです。どうやら明月記はこの月ですね、四月とか五月という月の期日を間違えたんじゃないかというのが現在の解釈なんです。 ですから、明月期にある4月中旬以降、これ1月、1か月間違えたと考えて、5月中旬以降と読み替えれば、新暦では6月下旬以降ということになって、えー、夜明けの空で、覚星は太陽に先んじて東の空に姿を現すことになります。これで中国の記録とも合致するということになるんですね。では、読み換えた日付でどんなふうに覚星は現れたのか、シミュレーションしてみたいと思います。えー、およそ1000年前 十一世紀中頃のちょっと平安京に飛びます。西暦千五十四年六月三十日の牛の国の後半になります。午前三時頃、えー、京都盆地平安京から東山方面を見たイメージを作りました。夜明けの早い季節ですから、えー、低い空はですね、もうわずかに夜明けの光で青みが出てきているように見えます。 で、東山の連山の上に、とても明かり星が顔を出してますよね。そうです、これが明月期に残る。御霊全員、天義二年の覚醒です。で、御霊全員は、第七十代の御霊全天皇を指しています。 で日本の記録では発見された時に木星ほどの明るさと記されているわけなんですが、まあ、その後の記述がある中国の宗史では、えー、その後、金星ほどの明るさになって23日間は昼間の空にも見えたと記されているんです。 まあ一時は昼間の空にも見えたという。この、えー、とても明るい覚醒ですということは、金、ま、星、あ、並みですね。えー、マイナス四等星からマイナス五等星ぐらいという。非常に明るくなったということ。だいたい一等星の百倍から二百倍の輝きになったということがわかります。でこれは、記録が残っている。人間の歴史では、ですね、数少ない銀河系内の超新星の爆発だったということなんです。 そして中国の記録には2年後の春に、まあ、肉眼では見えなくなったとなっていますから、えー、その1056年以降この星のことは世界の誰からも忘れ去られてしまったということになるわけなんですで時代飛びます。 一気に700年時代を下って天体望遠鏡の発明から100年余りが経った西暦の1731年なんですがイギリスのアマチュア天文家ジョン・ベビスがのの一角にに淡い染みのよう見見える星雲を発見したんですこれは後にベビスが作った「大う座」の星図なんですが下側の角の先端付近先付近を拡大すると。 はい、あの左下にある大きな星が書いてありますがこれは大ひざのゼータ星明月期に記述があった天換星ですそしてここに何やらか書いてありますが星雲の記号なんですねこのことがこの星雲の発見者がジョン・デヴィスであることの証明とされています東洋で天換星とされた大ひざゼータ星のそばの星雲 これこそこの時点で見えなくなって700年余り経っている、まあ、そこで見いされた年ののののその後の姿だったというわけです、まあ、しかしその当時西洋では遠い東洋の記録は知られておらず、えー、まだ2つの天体、まあ、かつての「覚醒」と「星雲」の関連には誰も気づいていませんでした。で こちらの図、これはですね、19世紀に個人で世界最大の反射望遠鏡を作って、星雲とか銀河の観測に力を入れたアイルランドの天文学者、ロス伯爵、通称ロス教が描いた問題の星雲です。鏡の直径182センチという巨大な望遠鏡を通して見た姿を描いたものなんですが、細かいフィラメントのようなものがカニの足のようだということで、この星雲はクラブネビュラ カニ星雲と呼ばれるようになりました、まあまあ、私はちょっとパイナップルに見えるんですけどもさてカニ星雲聞いたことあると思うんですよこれ結構有名な天体その後非常にねあのメジャーになる天体なんですね、えー、20世紀に入って天体観測の設備が非常に発達しますでそしてさまざまな天体観測写真データが蓄積するようになっていきましたまあこんな形で写真に記録が残るようになってきたわけですね まあそうする中1921年にアメリカの学者がですね数年を隔てたカニ星雲の写真を比べたところ、まあ、中にあるこう、えー、光や影の部分がどうも変化しているということに気づきましたまた別の研究者は11年を隔てた2つの写真を比べてですね どうも星雲が中心から外に向かって膨張しているらしいことそしてその膨張の割合を逆にたどっていって計算すると900年ぐらい前に中心の一点にどうも集まるんじゃないかということを見出しましたこれ大変な発見ですただその時点では欧米の研究者の間ではですね、えー、東洋で記録されていた1054年の覚醒というのはまだすぐには結びついていなかったんですね遠い過去と近代の間に、まあ えー、記憶とその記録の断絶というものがちょっとあった横たわっているわけなんですで2つを結びつけるきっかけとなりましたのはこれ実は日本人なんですね、えー、昭和初期の日本の実業家でアマチュア天文,が天文家だった伊庭泰明という人なんですが英語が彼は堪能でしたそれで日本の古い天文関係の記録と記述をまとめました天文冊子を作ったんです でその内容が海を渡って1934年といいますから昭和9年にアメリカの天文雑誌に掲載されたんです。で、そこに紹介されたことで、それを読んだ欧米の天文学者がです、ね、であねこの膨張するカニ星雲の下は、1054年、東洋に記述があった1054年の超新星爆発なんじゃないかということが認識されたんですここれ、ね、結びついいた大発見ということうになります。 さて、後ろ、カニ星雲が登場しましたけど、1054年に爆発して、現在はカニ星雲として名高いこの天体、今も膨張は続いているんです。こちらの写真、1950年にアメリカのパロマー山天文台にある、当時世界最大だった、合計5メートルの反射望遠鏡で撮影されたカニ星雲です。 結構細かく写っていますドーンとあるいはドカーンと超新星が爆発して星を作っていたガスや物質が飛び散っている様子が鮮明ですではこの写真の55年後西暦2005年にあのハッブル宇宙望遠鏡が撮影したカニ星雲を周囲に見える星の位置を合わせて切り替えますよく見ててください行きますよはいモノクロとカラーの違いはありますけど確かに55年を隔てて星雲が膨張しましたよね まあ、あの淡い部分もあれなんですけど、真ん中のこういろんな模様の部分、えー、結構変わってます。ではもう一度1950年に戻しますよ。よく見てください。はい、で、ここからもう一回55年飛ばします。2005年飛びます。1、2の3です。どうでしょう。爆発から1000年近く経っても、まだ勢いよく膨張しているんです。で、ガスが飛び散るスピードはです、ね、秒速1100キロメートル。 もともと1個の星だったガスや物質はです、ね、今は直径が5.5光年およそ53兆キロメートルほどの大きさになって、まあ、この瞬間も毎秒毎秒直径はおよそ2 0 0 0トルずつ大きくなっているんですさて私の背景ですけども、えー、NASA のジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡が捉えたカニ星雲の最新の画像です でこのカニ星雲というのは、現在も世界の天文学者、そして物理学者にとって非常に、えー、注目を集めている天体なんですね。で1969年にはこの星雲の中心にです、ね、1秒間に30回,も1秒間に30回です超高速回転をして光や電波の点滅を繰り返すパルサーという星が見つかってカニパルサーと呼ばれています。その中心部分 はいあの拡大しましたけどもなんかポツっとありますねパルサーこれが中性子星という星なんです、えー、パルサーは原子核を構成するそのまあ陽子とか中性子とかいうもののうちの中性子がぎっしり詰まった、えー、中性子星という星の進化の最終段階の天体なんですでその特徴は何といっても信じられないほどの高密度なんです例えば 1>, 1立方センチメートルの大きさというとこのぐらい小さな角砂糖ぐらいなんですけれどもこれはあのまあ水だったら1グラムの重さです鉄でも8グラムの重さでも中性子勢のこの1立方センチはなんと10億トンに相当する超高密度え想像を絶する天体なんですさてカニセウンは季節的には今は一番見やすい時期なんですねでアマチュアでもその姿を捉えることができます これは5年前の冬に私があの自宅の望遠鏡で写したカニ星雲なんですが街明かりの中で写しているから、まあ、このぐらいですでもあのフィラメントのような構造は見えていますそれから中心の,そのパルサーを何とか見ることができているんですカニ星雲もちろん私も天文ファンですから望遠鏡で何べんも見たことがあります。 でカニ星雲、距離がおよそ6500光年ということで、まあ、星雲を6500年前に出発した光が、まあ、望遠鏡を通して見たときに、今、私たちを見ることになるわけなんですね。ですから、なんか不思議なこう感激というものがあります。遠くの星を見るというのは、ある意味、タイムマシンスコープでその過去の光を見るということになるんです。まあ、そんな天羅万象をお伝えしましまた 最後までご覧いただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします